はい、50歳からの美顔は武器になるメイクアップデザイナーの翔子です。はい、皆さんこんにちは。はい、今回は紫外線を受けるとシミにはなりやすいんですけども、シワにもなりやすいんですね。こちらの図解見てください。紫外線浴びるとね、あの表皮の下に真皮ってあるんですけども、真皮層までね、コラーゲンとかエラシンって言って、この弾力の部分を司るところがね、破壊されていくんですよ。なのでね、そこをね、守っていくっていうのはすごく大事なんですけどもね、弱ってくる。またなおかつそれだけじゃなくて、表情筋を使わないと顔が垂れます。ガーンってな感じですね。で、皆さん最近ね、マスクをしているので、ね、表情筋を使わない方が非常に多くなっています。うん、そうするとね、もう表情筋って動くための筋肉なので、この筋力がなくなってしまうと本当にね、ズルズルって下がってます。で、私はね、この辺がね、もたもたしてきてね、すごく気になるわとか、このほうれい線のところからマリアネットラインとか、私はすごくね、この頬骨がね、少しね、この肉がついてるのが落ちやすいので、どうしてもここが落ちてくるとゴルゴラインが目立ってきたりとか、人によって変わってきます。はい。で、結構ね、急にやっぱりコロナ太りでって太ってくると、脂肪が乗っかってくるのでね、さらにね、ダン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 下がってきます。顔のね、中でも鍛えるパーツっていうのが、私は5つ、別々にね、ご提案しているんですけども、まずこのね、額の部分、額ゾーンですね、おでこゾーン。おでこゾーンはこの前頭筋、よくね、まぶたがたるんでくるわとか、このね、シワが行きやすいわっていう方は、この前頭筋を鍛えてあげる、後ろにね、引き上げる筋肉ですね。で、ここの部分を鍛えていく。で、今度は目の周りね、眼輪筋って丸いね、この筋肉があるんですけど、だんだん落ちてきちゃうと目がね、ここら辺からね、こうやって下がってきちゃったりとか、この部分ですね、ここがベロンと下がってきちゃったりっていうことは、この眼輪筋、ね、あと目がすごくくぼみすぎるとかね、そういう方はこの辺がすごくたるみやすいということで、眼輪筋を鍛えていく。あとはこの頬のゾーンですね。頬のね、ゾーンっていうのはすごくね、筋肉もいろいろね、積み重なって、この辺が複雑にね、表情筋っていうのがあります。で、そちらの方をまた鍛えていってね、この頬骨のね、上に乗っかってるこのここの筋肉ですね、ここをクッと上げてあげる。年取ってくると、こちらの映像に載せておきますけど、どんどんね、このラインが出てきたり、ここの位置ね、若い時はここがね、持ち上がってるのがこの辺にあったものがどんどん下がってきたりとか、するので、まずここの部分ね、頬骨のこの部分を引き上げていく。で、今度は口の周りですね。口の周りもよく動いてないとね、ほうれい線だったりとか、このマリオネットラインっていうのがたるんできやすい。で、今度はここで首ですね、こう二重顎になっちゃったりね、フェイスラインが綺麗にね、なかったりとか、あとこの首元にシワが寄っちゃうっていう方は、こちらを引き上げていく。この5つのゾーンに分けて鍛え上げていきたいと思います。で、顔の表情筋を動かしてると肉もつきづらくなりますしね、上がっていく、ね、一石二鳥の状態なので、今日は毎日ね、3分この顔を鍛えるだけで、必ずフェイスラインからね、この気になっているところがキュッと上がりますよっていうトレーニング方法をご覧に入れたいと思います。で、皆さんこのまんま一緒にやっていきたいと思います。いいですか？はい、良いはいいですかね。はい、じゃあ一緒にやっていきますよ。ではやってみよう。はい、今額を鍛えます。はい、眉毛を上下に動かしていきます。ではいきます。1。そうするとこの子ね、シワができそうな人はここを押さえて、で、今度ヘアアイロン、おでこをピンとあります。はい、次は今度アイゾーンに行きます。で、目を上、横、下、反対側で上っていう形で動かしていきます。はい、行きます。はい、上、はい、そしたら今度目じわのとこをピーンと張ります。はい、そしたら今度はこの頬のゾーン、これ難しいんですけど、この
頬骨のこの部分がね、このたこ焼き部分が下がってくるので、ここをね、キュッと上げたいわけです。ゴルゴだったり、ここにね、皮膚に脂肪が乗っかってきたりすると、頬がクッと下がってくると老けるので、これを上げていきます。まず、こう一回ね、クーッと横に、ここ、上がりますよね。じゃあここ、上に持ってきます。で、最後に、プッと中にね、3段階で上げていきます。ドン、ドン、ドンみたいな感じですね。はい、いきまーす。はい、そしたらね、シワになってたので、かっちり手アイロン。はい、今度は口の部分です。口輪筋を鍛えていくんですけども、こう入れた時にほうれい線が見えない時、キュッとってやって、そこからこの唇をしまいます。で、上下に、ね、押し合う感じ。特に、頬がこけてる人はね、どちらかというとこっちの方ね、中心に頑張っていただきたいんですけど、ここら辺がもったりしてる方はこちらのね、こうちょっとね、しっかりこの中の筋肉をしっかり使っていきます。はーい、で、そしたらしっかり引き上げて手アイロン。はい、そしたら今度次はね、このもたついてるね、この二重顎とかね、フェイスラインがおかしくなってる人はしっかりね、あ、横に開いてグーね、グーってこう奥歯を噛みます。あーにーぐね、あーにーぐ。はい、どうですか？全部で3分ぐらいなんですけども、すっごいね、疲れると思います。はい。そしたら、ね、ちょっと音楽にね、合わせてやっていきましょうか。
どうでした？結構ね、3分といえども結構顔熱くなってませんか？はい、いつもね、結構ね、ほぐすやり方とかマッサージのやり方とかもね、言ってるんですけど、まず鍛え上げる、ね、筋肉がね、鍛えないと上がらないですからね。皆さん、しっかりほぐしてから鍛える、鍛えていくと全然変わってくるんでね。で、最初のうちね、結構顔筋肉痛になっちゃうかもしれないですけども、ね、だんだん慣れてくると全然ね、楽ちんでできるようになります。はい、まずね、どのぐらいやっていただきたいのかっていうと、もうね、この表情筋を使ってない方、こちらの方は毎日ね、朝晩やっていただきたいです。はい、で、だんだん痛くなくなってきたらね、夜だけとか朝だけとかね、言って毎日少しずつね、3分間でいいのでやってください。本当にね、私顔が結構ね、最近ね、すごくね、翔子さん顔ちっちゃくなってきたんじゃないですかとかね、顔がね、日焼かって何してるんですかっていうコメントをね、書いていただくことが多くなってきたんですけども、 YouTube やりだして皆さんとね、お手入れ方法をね、皆さんにお伝えしていたら、だんだんね、顔がね、形がほんと変わってきました。この1年で、1年前と私この顔全然ね、この辺の体重ほとんど変わってないんですけど、この辺がね、すっきりしてきて、はい、シワとかも少なくなってきました。皆さん、毎日コツコツですよ。一日ね、綺麗になっていきましょう。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。もしよかったら高評価ボタン、コメント欄、登録ボタン、皆さんよろしくお願いします。次の動画でお待ちしております。